ーツ。さあ、というわけで、ミュートークでございます。3分33秒間おしゃべりするんですけども、ちょっとね、最近、あと、ハマってるものがございまして、スノーマン。スノーマンって、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、ジャニーズさんの、グループですよね。で、ちょっと、本当にね、こんな他の方を刺激するつもりは一切ないんですけれども、見立ての人やと思って話聞いてください。レベル1、いやごめんなさい、3、4、100レベルあったとして、ライブ会場に足を運ぶ方たちが、わかんない、レベルすごい高いと思います。まあ、50以上は絶対あるでしょ。いやもう1とか2とか3の人の話やと思って聞いてくださいね。すごいね、YouTube で流れてきて、ミュージックビデオがね。それ見たらなんかすごい、フレッシュで元気で、なんか、こう、今まで感じたことない感情というか、まあこれは僕が多分30歳になって、一個おじさんになったからと思うんですけども、なんか若い元気な人たちからエネルギーもらえるなと思って見出して、ミュージックビデオ、ジューシーをね。で、見てたら、うわ、なんかいいなと思って。で、ブラザービートってやつも、あ、いいな、なんか、見てられるし、なんか元気もらえるなみたいなね。で、バラエティ番組とか見てたらね、ちょいちょい出てる方たちいらっしゃるんですが、向井さんとか、佐久間さんとかね、出てらっしゃるから、なんとなく、こう、存じ上げてたんですけども。で、見てたら、あ、いいなと思って。で、なんかそれの関連で、喋ってる映像とかもこう流れてきて、あ、これもいいな、なんか見てられるな、元気やな、パワーもらえるな、この人たちどう、なんかこう24歳とか、行って24歳ぐらいかなと思ってたんですけれども、なんか、昨日ちょっと、調べてみたら、同い年の人が何人かいて、嘘やろと、びっくりしましたよ。なんか、それはそれで、元気もらいましたけれども、同い年でこんなキラキラした人たちいらっしゃるんだと思って、めちゃくちゃ嬉しいっすわ。多分、どなたが、多分、もうずっと僕、くん付けでずっと呼んでたんですけれども、同い年って聞いてからさん付けにさせてもらいますけれども、佐久間さんが同い年。すごいっすね。いやー、なんか、新鮮な感情というか、てっきり僕は同い年のアイドルの方とか、勝手ながら、あんまりいないと思ってたんですね。92年生まれの方たち、平成4年の方たち、あんまりいないよなと思ってたんですけど、めちゃめちゃいましたわ。すごいよ。でもまだレベルが3、4で、年齢知ったから多分レベル5ぐらいには上がったと思うんですけど。いや、まだね、正直全員のお名前も把握してませんし、YouTube で無料で、ミュージックビデオを見てるだけなので、だからこう、ハマりそうな気はあるので、ちょっと今後も何かあればご報告したいと。頑張ってたらね、テレビで会えるしね。ありがとうございました。時間なので。